少しくらい曲がったっていいじゃない。デートしたいんだもう優等生やめた大人に褒められたって何も始まらない。もっと自由がいい。そう僕は変わりたいんだ。このまま思い切り羽を外してしまおう。誰が走るかなんて何も聞かされていなかった。線をただ引くのが一番大事なこと。何も考える必要ないよ。言われたまま下顔を僕が拒絶をすれば他の誰かの成績上がるだけ。バカをやりたいんだもう優等生じゃない。周りの目気にしてちゃ何もできないだろう。もっと勝手がいい。そう僕は変わったんだ。チャイムが鳴る前に授業をサボってしまおう。揺れる気持ち、oh.